トルコのメゼ、質素なギリシャのメゼ、チーズとオリーブヨルダンのメゼの食卓、メゼ、またはメゼとは、東地中海におけるアペタイザー、または軽食の一種であり、アラック、ウーゾ、ラクのようなアニスで風味付けしたリキュールや、種樹のワインといったアルコール類と共に供される。メゼは、スペインのタパスや、おつまみと似ている。語源はペルシア語で、味わうを意味する。 マジーダンから派生した味、または軽食を意味するペルシア語の混ぜに由来する。レバノン料理をはじめとするアラブ料理及びカフカス地域では、この料理はコース料理の一部としてアペタイザーとして供される。アルコール類と共に供されない場合、メゼはアラブ世界ではムカピラートと呼ばれる。トルコと北キプロストルコ共和国では、 メゼワラクと共にメヘハネと呼ばれる料理店で供される。トルコのメゼには、ベイアズペーニル、カブン、アジュルエズメ、ハイダリ、パトゥルジャンサラタス、カラマル、エンギナル、ジャジク、ピラキ、ドルマや、サルマ教フテがある。タコの足とーゾ、ギリシャギリシャとキプロスでは、メゼ、メゼス、あるいはメゼレスというと冷静、または音声の辛味、酸味、 塩味の効いた軽食及び主菜を少量強したものを指す。十数種類の異なる料理が複数の小皿あるいは大皿の各部分に少しずつ盛り付けて強される。メゼでは小さな魚やグリルしたタコのような魚介類料理。小皿に盛ったサラダ、カラマタサンオリーブ、煮たエンドウ豆、揚げた野菜、メリザのサラダ、タラモサラダ、ナッツとドライフルーツ、サガナキと呼ばれる焼きチーズ、 および様々なギリシャの羊、ヤギ、または、牛のチーズが供される。他の小皿料理には、ベクリメーゼ、ケフテデスやスズカーキャのようなミートボールがある。メゼは、メゼドプリオンと呼ばれるレストランで飲み物と共に、供されるほか、ウーゾや、チップロのような飲料を供するチップラディコやウゼリと呼ばれるカフェでも供される。食べるなやエスティアトリオといったレストランもまた、メゼを、 オレクティコとしてをする。ちょっとした集まりでも通常、ホストは客にメゼを振る舞う。クラソメゼですは、ワインに適するメゼであり、ウーゾメゼですは、ウーゾに合うメゼである。シリア風ババ、カヌージュレバノン及び、キプロスで、メゼは食事となることもある。菜食のメゼのほか肉、または、魚のメゼがある。食卓に一度に4から5皿が出され、 通常個から10種類の組み合わせがある。料理には決まった順序があり、オリーブ、タヒーニ、サラダおよびヨーグルトの後に野菜と、鶏卵料理が続き、次に肉料理と魚料理の小皿が特別な付け合わせと共に出され、最後に魚を丸ごと用いた料理や、肉のシチューやグリルが主菜として供される。料理店ごとに異なる料理が供され、店ごとに名物料理があるが、 順序の傾向は同じである。供される料理は自然と季節を反映する。例えば晩秋には巻貝が肉のメゼの旬の具材となる。大量の料理が供されるがすべての料理を食べ終える必要はない。客はお互いにメゼを交換して食べたりもする。キプロスではメゼは社交行事である。フンムスイスラエルセルビアでメゼにはチーズ、カイマック。 さらに、燻製ハム、クーレン、様々な種類のパンがある。一方、ボスニア・ヘルツェゴビナで、メゼには、通常、硬いチーズやクリーミーなチーズ、カイマック、または、パブラカとして知られるスメタナ、スホミソ、ピクルスおよびスジュク、スジュクがある。アルバニア式のメゼの大皿には通常、プロシット、サラミ、フェタに似た塩水漬けチーズ、 オリーブオイルとニンニクでマリネした焼いたピーマンや緑オリーブを添えて供される。北アフリカのピエノワールの食文化では、メゼに似たケミアという前菜をとる習慣がある。キッペトルコのスジク揚げカリフラワータップルレファットゥーシュ、ショップスカサラタキプロス、イスラエル、レバノン、パレスチナ地域、およびシリアで一般的なメゼ、ブルガリアで一般的なメゼ。ありがとうございます。